セーブは100敗できるのか。残63試合であと45敗はさすがに厳しいか。あと18勝する方が難しい。暗黒ベイスターズでも無理だった100敗の壁は高い。できません。90敗もまだ微妙なところだよ。今日の分入れてなかった残62で44敗やった。他のチームの頑張り次第だよな。ここまで来たらなんとか成し遂げてほしい。引き分けも勝ちに等しいからハードル高いで、今年投稿でロースコアになりやすいからなおさら。竹内で勝ってしまうしな。メジャーなら160試合あるから可能だが、日本だと毎日のように負けないと無理やな。さすがに無理やろと先週まで思ってたけど、いけるかもしれない。シーズン最終盤になったら消化試合で勝敗度外視のチームも出てくるからな。その辺でちょっとは勝つから無理。勝率3割このまま20勝40敗ペースでいけば今56敗だからワンチャンあるな。お前らどうせ100敗は無理とか適当なこと抜かしてるけどよ、90敗でも十分すごいんだからな。90敗の偉大さの敬意のかけらも持たないで、何が野球ファンだよ。週3回勝ったらきついのか。この際してほしい。そしてうっかりシーズン勝率3割を切ってみてほしい。この3乗で98敗ペースなんだから100敗って本当に難しい。ご視聴ありがとうございました。